広島市への原子爆弾投下広島原爆をテーマとした作品、新藤兼人監督作品、原爆の子、関川秀夫監督作品、広島メディアを再生する1946年、米軍映画撮影隊が広島市内で撮影した映画用素材。三村明がカメラマンを担当した。メディアを再生する1946年三村が撮影した。 記録映映像像上のののもとにに後作品に用いいられている広島原爆をテーマとした作品では太平洋戦争末期の1945年8月6日に広島県広島市にアメリカ軍によって投下された原子爆弾を題材した著名な作品を記す土屋地空原爆業蒸気のほか NHK 特集 NHK スペシャルで毎年8月6日の前後を中心に関連番組が多数放送されている。アニメーションのほとんどは中澤刑事によって創立された原プロダクションが制作することが多い。また、下記の作品の大半が原爆投下に巻き込まれていく、一般市民の被爆描写及び殺戮描写が残虐に描かれていることが多い。このため、 広島市の小学校の平和教育で1990年代までは、ほぼ強制的に見させられた児童から、あまりの残虐さからアニメそのものを見ることを嫌う児童が増えていた。桜田チルのモデルになった、桜大の丸山貞を同じく桜田井のそのいけいこ1995年から2004年にかけて、広島と音楽実行委員会が調査したところによると、 広島原爆に関する作品は1800曲以上に及ぶ。広島と音楽で作品目録を見ることができるほか、平和データベースで検索することができる。ありがとうございます。